はい、こんばんは。はい、今回もダーキンブランドとブラッドシフトのコラボパーカーを着て始まっていきます。ということで、今回2本撮りです。はい、で、前回の動画でこのパーカーの詳細をね、流してるんですけど、同時にベルトも発売します。ベルト、もともと僕が幼ってるブラッドシフトで販売してます G バックルベルト、これめちゃくちゃ人気あるんですけどね、今回ダワキンモデルを作るってことで、色はこの黒と透析金がつけてるこの白、白、新色ネイビー、ここにね DK のねロゴが入ってるんですよ。そう、これちょっと映りづらいけどね。これ販売します。素材かなりいいものを使ってるんで、ちょっと高いんですけど、ダワキン特別価格も設定してますから、これも動画の最後に詳細流して試打していきますからね。今回キャロウェイが新作ドライバー出してきました。新作シリーズか、グレートビッグバーサを投入してきまして、聞くところによるとゼクシオとかネクスジェンとか BRX とかね、その辺を対抗馬として持ってきたニュードライバー。これなんかかっこいいっすなんかね。すごいね、これ。なんか高級感の塊みたいな。上の上もな何なんか色何色って何色って言うんだろうね。何色って言うんですかね。すごなんかく、ブラックグリーンスモークみたいな。そうだね、すごいかっこいいんですけどね、これ実はね、シダクラブじゃないんです。これ透析金がね、このクラブめちゃくちゃ優しいらしいですよ、でもうちでシダクラブないんですよってから、私がですね、知り合いが使ってたのを借りてきたんです。ありがとうございます。めちゃくちゃ捕まってめちゃくちゃ優しいんでしょ優しいみたいです。っていう業界内での噂。でもシダクラブない。試着ないでじゃあ透析金も売ったことがない。ないです。じゃあ売っていきましょうか。はい。それでは、はい。透析金、シャフトスペックとか等々。10.5度。フレックスは純正のスピーダー NX4 キャロウェイの R ですね。確か285、6グラムぐらいなんで、結構軽い方です。これ取り扱いあるんですか？取り扱いはあります。ああ、店にはあります。なるほど。結構値段はお高いです。お高い。確か10万は超えてたと思います。なるほど。あとはカチャカチャついてますね。ついてますか？280グラム台でカチャカチャついてるのは嬉しいと思います。ヘッドスピード40ぐらいでしょうね。のイメージでいいですかはね。い、いいっすよ。おお、霧の中。今捕回まるも、と思います。今回もユピテル社の GS 測定器で測ってますけどね。ヘッドスピード41、216ヤード。やっぱりロームってこの端っこの方に植えてあったんですけど、もうちょっと中入ってきてちょっとヒール寄りだから、多分これは回転しやすい方だと思います。じゃあフッカーの小関はもっとフッカかもしれないです。おお、42、203、あ、221ヤード。出玉高いっす。おお、けどスピンはそうでもないから。どうすか、自社のネクスジェンと。ネクスジェン負けてないっす。あ、ネクスジェンのが勝ってる。ネクスジェン負けてないっすよ。これは捕まるよ。あ、見た目。見た目捕まる。ちょっとかぶってない？これだって。かぶっいや、てないんだけど、かぶってるように見えさせてるのかもしれない、これ。僕わかんないですよね、かぶってるとか。かぶってないんだけど、かぶってるように見えさせてる、なんか、アップライトってことですか？いや、なんかわかんない、その、なんとも言えない色のとフェースのこの境感目のじ。グラデーションで捕まりそうな雰囲気出してる。めちゃくちゃいい。ですよね、今。僕もね、40ちょっとぐらいで打ってるの、今200、あ、42ヘッドスピード、225ヤード、ポヨーンって飛んでくる。なんか簡単に飛ぶ。これだからね、優しく打てば打つほど恩恵あって、優しく飛んでってますよっていうのがボールが表現してくれる。ほら、めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいい。和田さん、これ合ってるっすね。合ってる合ってる。合ってる。これのね、6と4度ぐらいあったら買うかもしれない。絶対売ってない。43で229ヤード。これめちゃくちゃいいよ。見た目かっこいいし、何とも言えない色合いだし、なんか捕まりそうな見た目を表現してるし、打ったらめちゃくちゃちょうどいいいいっすね。高さと。これネクスジェン負けてない？負けてないっす。負けてない。負けてないっす。優しさは多分ネクスジェンです。しかもこういう渋いの好きよ、僕。
これはいいわ。ほら。めっちゃいい、ね。めちゃくちゃいいんだけど。めちゃくちゃいいですね。だって今ちょっと上げたっすよね、ヘッドスピード今。ちょっと上げた。44.8、237ヤード。これちょっとお金少し余裕ある人、補助金出た方は。補助金、何の補助金ですか。とか、コロナになって、はい、コロナの補助金みたいな。あ、保険降りた方は、ダメか。で、これは、フェアウェイウッドもあるんですね。はい。それもちょっと期待しちゃいますよ。はい。はい、はい、小杉、これ、まあ、僕の知り合いなんですけど、説明してください。シダクラブ。5番と18度。で、シャフトも一緒ですね。同じ R です。純正スピーダー。はい。で、これ5番ウッドにもカチャカチャついてます。お5番ウッドにもカチャカチャついてる。カチャついてる。あんまないね、そういうの。あんまないですね。じゃあ。さあどうしますか。これも優しそうだな。おいいね。うん、いいっす。189ヤード、十分レンジボールですから、程よく捕まってるような気はします。いやこれはちょっと僕おすすめなんですけど、いや、いいっすね。僕おすすめなんですけどこれ。え、前作去年出たっけ。去年でしたけど、去年あたりなんか B21 って出てたんですけど、それより捕まり感はなんか抑えられてるような気がします。そのやつしたっけ、なんかアバヨスライス。あ、アバヨスライスか。アバヨスライス。これ何スライスなの。俺アバヨなの。これは ないんで、うん、ハロー直進性ぐらいな。なるほど、ちょっと直進性あります。あ、こんにちはって感じ。はい。めちゃくちゃいい。ちょっと右行ったけど、ちょっと今ちょっと振りすぎたね。46出ちゃった。もっと軽くって言うんだよ。はい、うん。ちょっとブレてるけど、すごくいい。これコブラ超えたすか。超えたね。いや、ジャンルが違うもん。あ、そうだ、うん、これは振ったら上がってくよ、もちろん。でも40から45ぐらいのスピードの人が、これ軽く振っても、なんか軽く飛んでいくの。今ちょっと実はトップしたんですよ、少し。本当ですか。でもあんだけ上がってますよ今。44出ちゃったけど211ヤード。うん、なんかこれなんかドライバーのヘッドスピード出るんだけど、なんで。いや、温まってきたんですか。なんかこれ五強って感じなんですけど、このジャンル、ゼクシオ BRX ネクスジェンインプレス。あ、インプレスに、ここのビッグバーサー、はい、これユーティリティマンでしょ。ユーティリティマンです。でこれいきましょう。はい、それではユーティリティ、はい、5番です。5番ロフト23度。おお、カチャカチャついてます。これもついてんの。ついてます。でシャフトとは同じ R です。 R、 はい、これも上がっていくわけ、ね、上がっていく感じですかね。これなんかフラットに見えるですね。多分ドローは出ないと思います。おお、本当だ、右まっすぐ。なんでコンセプト変わっちゃうのこれ、同じブランドなのに。いや、けど多分ユーティリティって多分捕まっちゃう人結構多いから。そこは抑えてきてんだ。さすがビッグバーサー。あ、程よいドロー。程よい、うん、いいっすね。173ヤード。ただまあ来角カチャカチャで変えれば同じ感じにはできるんで。そういうことか。ちょっと軽く打ちます僕。おー、めちゃくちゃ球上がる。176ヤード、ヘッドスピード40。これはクラブに任せるとかいいね、うん、やっぱ高さ出るっすね。あ、変わるね。簡単に出るっすね。今だって38しか出てないです、クラブスピード、ヘッドスピード。で、あそこっすか。もうね、簡単に飛んでいくわ、ほら。うん、これむしろ僕に合ってるよ、このクラブ。今は39で179ヤード。じゃあちょっと低いかもしれない。意外と打てちゃうって。意外と出ちゃう。もうちょっと低いかも。うん、打てる。カンパーンって言っただけで180ヤード飛ぶっていう。
多分ね、これね、難易度的にはゼクシオとネクスジェンが飛び抜けて優しいじゃん、うん、それのちょっとハードぐらい。あ、優しすぎすぎないみたいな。優しすぎすぎないです。でも優しいよ、だいぶ、うん、BRX も優しかったか、うん、それよりもちょっとハードぐらい、うん、だから本当にこれはね、シダクラブないからもうこの動画を見て決めていいぐらい一品ですよ。かっこいいですね、至高、うん、の一品、うん、至高の一品。匠が匠があんまりキャロウェイもローグとかみたいにもうバンバン広告宣伝していってないけどね、なんか気づいたら発売してますけど、うん、気づいたら発売してこれめちゃくちゃ考えられてますよ。そうですね、うん、でなんかフェアウェイとユーティリティカチャカチャあるのがやっぱすごくいいですよね、うん、じゃあ皆さん、ちょっと優しさを求めて簡単に楽に捕まって上がって飛ばしたい方はこのビッグバーサーシリーズ、この動画で判断してどっかで打ってください。はい、それではまたいろんな動画配信していきたいと思いますので、チャンネル登録とグッドボタンですね、お願いいたします。それではまたお会いしましょう。これやばいと思うよ。やばいです、感動すると思うよ。高っ、高い高い高い、捕まる、飛んでる、152ヤード飛んでるもの。やっぱ飛び系だね。そうですね。うわー、飛んでるでしょこれ。157飛んでるもん。見た目もすごい、グースもすごいし、飛んでいくだろうな、これ。いきますよ。うん。ちょっとハーフトップですけど、165ヤード。これ当たったらバチバチ飛んでくるんだろうね。あー、これはちゃんと当たっちゃうと。すごい。176ヤード。スリクソンの10ヤード上まで上がっていくんです。これ、最近からすごいのが、ドライバーよりもヘッドスピードは速いんですよ。だってこれさっきドライバー40ちょっとで打ったのにこれ今45出てるんですよ。体温まってきた疑惑ですか。いや寒い。これですか。寒い。いくらでも上がるわ。はい、170ヤード。優しすぎる、はい、優しすぎすぎない、優しすぎる、はい、まあ、オフショットなんであんまり喋ってもしょうがないんでね、はいはい、じゃあそのまま消えていきましょう。はい、はい。